けども、本当に本当にあれなんですよね。あ、やばい、見えてる。私も今見えないんですよ。あ、ちなみに5時半30分ぐらいの配信でしようと思ってます。ダメだよね、だってお見せします。しかもだってリスナーの方の投票で1位をいただいたんだから見せなきゃいけないんだけど、やだー、どうしよう。じゃあもうちょっとまた待とうかな。だって初見方とかめっちゃいるけどさ、フォロワー減る気しかないもん。これでも触るごとに手が赤くなるんですよ。でも見えてるんですけどね、もう。どうしよう、なんて、これ、あ、赤くなっちゃう、赤いのがついちゃう。もう見えてます。おはようございます。はい、頑張ってスイカを乗りました。これがトップバッターよ。もうさ、みんな絶対やりにくかったですよ。世界のトレンド入り、トレンド入りして、でこのスクショでトレンド入りはしたくないけど、なんかでも自分が一番最初に名前呼ばれる気した。あ、引きはこれです。引きの絵はこれです。最初はこのアップでこうやってやってましたけど、もう朝の威力が半端なさすぎてちょっとやめときます。はあ、
でもうトップバッターからずっとこれがいたんですよ。だからね、絶対みんなね出にくかったと思います。ほんと朝からすみません。おはようございます皆さん。はい、これが私のスイカでした。いや、わかる。これさ、落としたらさ、もう今すぐに落としたいんですよ私。だってなんか毛穴に赤いのがつきそうで。メイク今すぐ落としたい。でもみんなが今まで以上にすごくなんかいじってるのか、なんか頑張ったねって言ってくれてるのかわかんないですけど、こんなにコメントが早く流れているのがもう異常、もう今までにないぐらいの速さのコメントいる。想像の100倍でした。よかった。この種も自分で書いて。おしゃべり会でスイカはやりません。もう今後一切これは世に出ることはないので、皆さん今日限りです。サヤヤン目当てで聞いてますが、スイカは見たかった。ありがとうございます。こういうマッシーを待ってた。うん、スイカ納めですね。スイカ納め2021。なんか顔の種がちょっと多くて集合体恐怖症みたいな感じじゃない？投票させてもらいました。期待以上でした。ありがとうございます。普段はもうちょっと可愛いので、普段はもうちょっと可愛いので、また見に来てください。絶対なんかキャディーさんとか可愛いよね。かゆいの鼻が。でも鼻か触ろうとするともうつくの。通販のスイカが届いたらメイクはする。いや全然する予定じゃなかったです。この通販のこの買おうと思っていたものが届いをしようと思って、もう全然普通にネットで調べればスイカコスプレって調べたら一番最初に出てくるものです。このここから頭から多分膝ぐらいまであるのかな、わかんないけど。でもこれずっと見てるとなんか愛着が湧いてくると。そう、なんか夏のコスプレって言われてもスイカしか思い浮かばなくって、私なんかそうスイカホ、スイカホ、あ、諏訪さんじゃないです、私がこれをやりますって言った言ってそれで大丈夫と言われましたけど。徹夜してたのですが元気出ました。ありがとうございます。ああ徹夜お疲れ様です。よかった。なんかみんな誰かの元気になれたら
よかった。頭の後ろこういう感じです。普通に多分普通のスイカホ、スイカホはスイカホって聞いたらそれだけは可愛いんだけどね。スイカホっていう名前だけは可愛いけど、ね、なんかさ、先週、先々週か、先々週スタジオ行かせていただいて、今週は行かなかったけど、なんか一週おきに行けて嬉しい。3回目。すごく可愛いですよ。本当ですか。あ、堀美央奈さんが歯が真っ白って言ってくれたのがちょっと嬉しかったですね、うん、あー、これこのスクショが出回ると思うと泣きたい。今年一かわいい、ありがとうございます。大丈夫ですか？大丈夫じゃないです、大丈夫じゃないです。でもよかった、リスナーさんの投票で1位いただけたの嬉しかったですね。そう、 MC 陣の方の投票の3位はちょっと悔しかったんですけど、でも加藤奈々ちゃんのコスプレもめちゃめちゃ面白かったんですよ。最後でやったし、なんかめちゃめちゃ競泳水着が似合ってたし、であと吉田莉央ちゃんのコスプレも個人的に大好きなので、ちょっと SNS 上がったら見てみてください。あと私さやのセーラー服ももうほんと王道で良かったです、可愛かったです。あと畑美咲ちゃんのめいちゃんのコスプレももう可愛かった。あとおめぐさんのコスプレもなんかもうアイドルがあるべき姿とはもうこれだって思いながら、こうやって真っ赤な顔したスイカが見守ってました。え、田辺先生がイラスト描いてるんですよ。こんなものをです、本当にですかそれは。あ、赤はフェイスペイント。採点結果も出してくれてる。え、ハットアップちゃんがマッシーさんのスイカすごかったからリスナー投票嬉しいって言ってくれてる。ちょっと後でリプしよう、ありがとうございますって。超聞いてない、あ、なんだ、帰り、あ、なんだ、そうですよね、いや、行かなくていいですよ、きっとお仕事忙しいから、本当にもう、どうしよう、落ちなかったらどうしようっていう気持ちでいっぱい。ちょっと今、エゴサしを、そう、アンガの皆さんもそう、ハッタッタちゃんが書いてくれ、あと今川文子ちゃんも書いてくれて、ファンデーション肌に悪いね、どうなんだろう。一応化粧下地をめちゃめちゃ塗ってから
この赤は塗ってあるんですけど、でもこれ何せもう5時間ぐらいやってるものですから、時間的に言ったらもうね結構ね浮いてる、油切ってる。どうしよう、落ちなかったら。本当にね、そう、時間はめちゃめちゃかけた。そうだよ、本当は4時半に放送が終わって、もうすぐにでももう落としたいところを待って今配信をしてますが、まあ、ね、リスナー投票でね1位をいただいてからにはやっぱりちょっとでもお見せしなければということで、どうしよう、なんかこのスイカの自撮りを載せるか迷うんですけど、なんかメンバーに見られるのも恥ずかしいし、こんなこと してるのって、もっと言うなら地元の人とかにも見られるのとかも恥ずかしいし、ちょっとでもどうしようって思って、これでなんか誰かの元気とか勇気とか明日頑張ろうみたいな感じになってくれれば、と思います。まあでももうさ、この配信をしてる時点で みんなに見られているのはもうあれなんですけど、ちゃんとまぶたの上にも種を描いてあるんですよ。すごい、二重幅に食い込んでる。昨日会社クビになったけど元気だった、ありがとう。そんな、これもそれも人生、それも人生。ちょっとやっぱり皆さんの気持ち的にもちょっと引いておこう。かゆい、鼻かゆい、鼻めっちゃかゆい、描きたいけど描くとすごい手につく。近いとすごいけど近いとすごいけどってやばい。本当にスイカっぽい。そう、遠いとね、みんなのね、そう、本当近いと思うね、精神衛生上良くない。これぐらいの距離感の方がねちょうどいい、ね、これさ、配信してる人の顔が判別できなくてバンされたりとかしないかな、大丈夫かな。スターウォーズ入れるかも。あ、そうなんです。スターウォーズちょっと見たことないからわかんないけど、スイカの CM オファーあるそれは。まあこうやってね、自分の殻を、殻というか、もう普段の自分を捨てましたね。ダースモール、これフェイス ID が認識してくれないんですよ。
判別してくれないの自分って。ダースモール、え、こんな怖い顔してんの。確かにまあスターウォーズ感ではある。確かにちょっと似てはいるけど。そう、フェイス ID が反応してくれないの、ちょっと困る。これで逆にパターン登録したら自分の普段の顔を認識してくれなくなっちゃう。このヘタ可愛いよね。ここ可愛い。スクショ載せていいですか。いいとも言わないしダメとも言わない。いいとも言わないしダメとも言わない。だんだんね慣れるんだよね。メンバーは絶対ね引くよ、やばーみたいな。いやでもね、頑張った頑張った。お腹すいた。このメイクのままにしようにしよう。ああスイカ、はい、じゃあそれでは皆さん、朝早くからこんな姿をお見せしてしまいすみません。スクショも一応自分の記念として撮っておく。はい、今日初めて来てくださった方は絶対にいつもの私も見に来てほしいので絶対フォローして帰ってください。よろしくお願いします。もう終わりにします。私のメンタルが持たない。13位まーさん、12位ゼロタンさん、11位くにさん、10位サバサンドさん、9位ハブトゥーセーブさん、8位ランダーさん、7位ユウスケさん、6位ヨトさん、5位ビールバラさん、4位永田さん、3位パパさん、2位カツさん、1位メープルナオくんさん、そして配信をご覧にいただいたアリーナの皆様もありがとうございました。はい、それでは皆様素敵な一日をお過ごし、あ、切れてない、軽く切れてるとか切れてないし、全然本当に別にみんなに見せただけなので、はい、それでは皆様また今度おやすみなさい。バイバーイ。